ではこれから福沢諭吉コレクション展の簡単なご紹介とご案内に入ります。入り口から入っていきます。現在全体的な会場の様子を映しております。では入って右より、福沢諭吉の父の桃介の書簡の一部になります。真ん中にあるのは福沢諭吉のプロフィールです。西洋事情、学問のすすめです。こちらは。文明論の概略になります。そして議事院団、その他の本が並んでおります。福沢諭吉が全国漫遊の楽しさを書いた掛け軸です。こちら複製ですが、戯れ去りて戯れ来たり、おのずから心あり。福沢諭吉の大好きな、言葉です。こちら、さまざまな福沢諭吉の書簡が並んでおります。こちらが新しく発見した書簡です。こちらは福沢諭吉の先ほどに続いて著作です。こちら複合辞典の原稿は複製ですが、福沢諭吉が直した部分がオリジナルでは赤い部分で書いてあります。独立自尊の学です。こちらも福沢諭吉の著作並びに慶応義塾関係のものがいろいろと並んでおります。学問のすすめも中も置いてあります。こちら、緒方洪庵先生の易学通論です。丸善様からお借りした林有敵の資料です。ヘボン式和英英和辞書です。こちらは福沢諭吉ともう一人から林有敵に書いた書簡です。こちら今回の目玉でもあります、福沢幸男さんのボード、そして小川知子さんご本人から
お借りした懐かしいプライベート写真です。あと入って左側、こちらは他の方の協賛を得て貞奴、その他福沢桃助類の写真が並んでおります。こちら福王寺殿にも出ている春秋差し殿稿本です。全部揃っております。福沢諭吉が何度も通読して好きなところは覚えたという本です。こちらは慶応義塾福沢研究センターからお借りした福沢諭吉のさまざまな写真です。もう25年ほど前にいただいたものです。こちら私のお世話になった福沢諭吉の礼尊清岡栄一先生の英訳福王寺伝。私が最初に福沢に興味を持った福沢諭吉の復顔思考、福沢諭吉年鑑が並んでおります。ざっとご紹介をいたしました。皆様のご来場を心よりお待ちしております。